桜小橋。はい、よかったですね。桜小橋。はい、ではよろしくお願いいたします。うん、大丈夫かな。今日は化粧せえへん。何の話？しますか？やりますか？ヒゲが入るまでちゃんと1ヶ月かかりました。元通りになるまで、修復するまでね。はい。何の話かな？何ですか？ちゃんとハンドタオル持ってきてる。ああ。こう俺吹いてます。そうそうそう。はい、皆さんこんばんは。大阪市は宮古島区の宮古島区なんかな、浄土区なんかな、微妙なとこですね。はい、浄土。はい、国道1号線の交差点がありましたの桜小橋という交差点があるんですけど、まあね、柳沢さんと僕の家はその交差点を挟んでこうねありました。じゃあちょっと。えんちゃごみたいな。そうね、桜小橋 の, ちょっとで練習しようかみたいな。そうそこ始まりました。桜小橋ブラザーズでございます。ありがとうございます。今日はい、ピンポン、エディオンあります。エディオンあるとこです。エディオンありますよ、はい、エディオンとか3階ね、ピンとありますね。そう、はい、メロディガン緊張です。はい、もともと不走かはい、もうええ、ハイファイブも近いです。もうええか。ではぐだぐだ言ってるから曲いきましょう。Won't you hold の肩を抱きしめてくれ、生き急いだ男の夢を哀れ。
やった。一回だけね。一回だけ。ちょっとすり寄って。すり寄って。はい。すり寄っていいですか。いいよ、続けてる。これね、ビリー・ジョエルの曲なんですけども、ニューヨークに住んでたビリー・ジョエルがちょっとね、もうニューヨークがしんどくなったって言って、今日は市に来たわけですよ。そういう歌を歌います。違うな。
あ、次の曲あれですよね。今年の達郎さんね、ツアーでこの曲やってありましたね。僕ら見に行った時、達郎さんは俺もずっとライブ見てるけど初めて途中にいました、ね、あれってすごいレアですよ。レアですね。達郎さんがライブで途中に山下達郎がライブで途中にっていう、そう言いながらちょっとめくってるんですけども、あれでもすげえほんまレアですよ、ね、マジで何遍も言うけど何遍も言うぐらいですよね。珍しい。で、歌詞どこ行ったの？歌詞はね、これ違うの。あ、それする店だね。あ、あれね、うん、ちょっと外れようかな。いいですか？くっついてるとね、すぐ外しちゃうんですよ。
次はできるんですよ。Happy
探しに行こう。チュルルチュチュチュルルルチュチュ、今宵星のかけらを探しに行こう。なんてね、あの目が悪いから星とか見えないからね、はい、さあ8時のベルが鳴ったぜっていう曲じゃなかったね。今日なんかテンション高いな。いや高いですよ、もう昨日の今日は最初マーニー、俺も悪いだ。次は何歳、国道171、茨城とか高槻とかね、稲市なんだけどね。どんな曲、そんな感じかな。Get you.
感じで。やりましょうか。やんの、はい、もうええかと思って、うん、もうええかええかええかちょっとじゃあ燃え尽きた後にちょっとこうねラストソング、はい、ラストソングで、はい、2枚だね。先月なんかね、僕もこの歌をなんか聞いたことあるんですよ。あの、なんかこの前この歌聞けへんかった。リマやん。はい。なんかすげえなんか、おばちゃんがね、この歌歌ってたんですよ。D マイナー玉のように汗こぼれてますけど、この曲で終わりやがって、ほぼセッション的になってるんですよ。それが楽しい。北の宿女心の
はい、構造さん。オンサックス構造。ああ、カホンでした。オトラムス構造。オンギター、オレンジの安田慎吾でした。オンギター、オンコーラス、オンハープ、オンポンコツ、柳沢家。ありがとうございました。